もう表記練成体験が強いのは皆さんご存知ですよね。ではそこにプラスアルファでどんなスキルを盛れば強力になるんでしょうか。隆起活性あるいは蓄積時攻撃強化ですか。そこが今皆さんが気になってるところじゃないんでしょうか。まあ、結論から言いますと両者を比較するとそのダメージの差は非常に僅差になります。なので人によってどっちを使うべきか変わるということです。自分に合った構成を使わないと時に狩猟の妨げになります。ということで今回は両者を徹底比較しておすすめの体験装備を提案したいと思うので自分に合った体験で思う存分狩りを楽しんでみてください。また当チャンネルはライズから160本以上の体験の攻略動画を投稿してきた攻略特化型チャンネルでこれからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので体験が好きな方は見逃さないようにチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それではまずは隆起活性と蓄積時攻撃強化について解説をしてからその装備を紹介して最後に皆さんがどちらの体験を使った方が良いか提案したいと思います。ちなみに今回提案する装備はさすがに火事場とかまでは考慮しないので中級者から上級者の方が普段の狩りで使用することを想定としています。ではまずなぜこの2つのスキルが候補に上がっているかと言いますと隆起活性は第4弾のアップデートで4スロの装飾品そして錬成で付与できるようになりました。4スロで1つしか付与できないのが辛いんですけど錬成する場合はなんとコストは9と非常に小さいんです。なんでって私も思ったんですが攻撃とか弱点特攻はコスト15で蓄積時攻撃強化はコスト12で攻めの姿勢はコスト9ですからいかに隆起活性のコストが小さいかわかるでしょう。つまり回錬成で付与した方が圧倒的にお得だということです。そして体力を 80% 以下維持すれば今体がビリビリって光ってますけどこの状態だと攻撃力が 1.1 倍、そして各種耐性が50になって特殊竜やられになります。その結果属性攻撃値は失いますが状態異常が解除されるっていった恩恵もあります。カーナの防具を3つつければ確実に炎が弱点になるのでそれを補ってくれますよね。つまり隆起活性は比較的に付与しやすく体力を 80% 以下で維持しないといけないっていうデメリットがありますが強力であるということですね。一方の蓄積時攻撃強化というとおなじみなので手短に解説しますが攻撃をした際に状態異常値が3分の1の確率で蓄積した時に物理ダメージが 1.2 倍になります。3分の1の確率でスキルが発動するので実質物理ダメージが 1.066 倍というわけですね。さらに蓄積時攻撃強化は装飾品はありませんが錬成コストが12で3つ盛れば完成なので隆起活性よりさらに付与しやすいです。つまり蓄積時攻撃強化は非常に付与しやすく確率で上段がされるのでプレイスキルに依存せずに強力であるってことですね。おいおい、ひなあられ 1.1 倍と 1.06 倍なんだったら隆起活性の方が強いやんけって、もし思ったんであればあなたはまだ物理ダメージについて理解が及んでいません。物理ダメージは A×B+C×D の式で表され隆起活性の 1.1 倍は B で蓄積時攻撃強化の 1.06 倍は D です。なので最後に乗算される方の D の方がダメージに与える影響は大きくなりますよね。なので数字が大きい隆起活性の方が一概に強いとは言い切れないのです。この場合武器の攻撃力の A や強化能等や攻めの姿勢の B の存在が重要になってくるわけです。これは検証しないと明らかにできないですよね。それでは実際に表記錬成体験に両者のスキルを付与した装備を作って比較していきましょう。まずは隆起活性体験です。体験は懐かしのカムラの体験です。隆起活性で属性値を失ってしまうのでカーナの体験だと属性値は消えてしまいますからね。まあ、とは言っても体験の属性なんて初めからないようなものですから表記ゲージの回復速度を優先したいって人はカーナの体験でも OK です。なんでもっと攻撃力が高いボルボロスやディアブロスじゃないのって思うかもしれませんがマイナスの回心率を打ち消すのと巧みで切れ味を上げようとすると隆起活性を付与することが難しかったからです。それではまずは汎用型の隆起活性体験です。防具は上からスライドをしていくので装飾品とか回錬成に注目して見てみてください。お守りは攻撃3空きスロット2の1の1です。防具の回錬成については隆起活性を引くこと自体はコストが9なので簡単なんですけどそれに加えてコスト9から15のスキルと4スレッドへの拡張が3つ必要になってくるので錬成はかなり難易度は高いです。ここまで火力を積もうとするとさすがに大変になってきますね。それではスキルの紹介です。隆起活性に加えて表記錬成など体験に重要なスキルがてんこ盛りです。血気スキルももはや外せない存在になってきましたね。
体力 80% の維持は一矢加勢の構えのカウンターで取れるので体力は回復しちゃって大丈夫です。そして残念ながらスキルを詰めすぎて見切りを7にすることができなかったので渾身で代用しています。龍騎活性と相性がいい支柱に勝つとかも積みたかったんですけど、まあ言うて支柱に勝つレベル2で攻撃力は10しか上がりませんから渾身レベル2で会心率 20% 上げた方が平均的なダメージは大きくなります。汎用型の体験を使う方は短期決戦ではなくて時間をかけて狩る人だと思うのでファイトのアイルの強化方向と相性は良くありません。弱点特攻と渾身発動で会心率は 90% になります。それでは次は福間共鳴を加えた火力特化型の龍騎活性体験です。防具は上からスライドをしていくので装飾品とか回連性に注目して見てみてください。お守りは攻撃3、空きスロット2の1の1です。防具の回連性の難易度は先ほどと同じでかなり高いです。それではスキルの紹介です。こちらは短期決戦を意識しているので、ファイトのアイルーの強化方向で会心率を弱点特攻と渾身込みで 100% にします。福間共鳴と逆恨みの相性の良さはおなじみですよね。さすがに龍騎活性を付与しようと思うと、逆恨みをマックスにすることが難しかったです。さて、お次は蓄積時攻撃強化の体験ですが、実はこちらの動画ですでに汎用型と火力型を一つずつ紹介しております。ただ、この動画の最初に紹介した汎用型の龍騎活性体験は、渾身を活用していたので、同じ条件で比較するために、蓄積体験の汎用型の方も渾身で運用してみます。体験は爆破属性で使い勝手がいいマガトの体験で、防具は上からスライドをしていくので、装飾品と回連性に注目して見てみてください。お守りは攻撃3、2の1の1です。こちらはそこまで回連性の難易度は高くないですよね。スキルについてはおなじみの蓄積強化体験で、弱点特攻と渾身を活用して会心率を 90% にすることが特徴になります。さてそれでは皆さんがどちらの体験を使うべきか提案するためにまずは紹介した体験同士で火力を比較してみましょう。参考のために以前までに紹介した体験を全て記載していますが5番と6番が龍騎活性体験で3番と4番が蓄積時攻撃強化の体験です。数字の色が青色なのが汎用型で赤色が火力型なので同じ色同士で比較しましょう。さて結果いかがでしょうか。冒頭に言ったようにほぼダメージ差は同じですよね。またもやカプコンさんの驚異的な調整力には驚くしかありませんよね。青地の汎用型同士だと龍騎カムラの方が 0.5% 高くて赤地の火力型同士だと蓄積マガトの方が 1.1% 高いです。これ一矢加勢の新タメギーの強撃っていう最大のモーション値で比較してこの程度の差しかなかったということですから縦切りとかで比較するとダメージ差はもう誤差のレベルです。じゃあどっち使ってもいいんじゃねって思うかもしれませんがそうではないと思います。なぜならこの比較結果は龍騎活性が常に発動すると仮定してダメージが同じだからです。蓄積時攻撃強化は 1.06 倍で計算しているので下がりようがありません。つまり一度でも龍騎活性の発動に失敗をして攻撃してしまうともう蓄積強化体験の方が強力になるということです。これらを考慮しておすすめの体験を提案していきますね。まずは体力を維持する自信がない中級者の方は3番のような汎用型の蓄積体験でいいでしょう。龍騎活性体験は属性耐性値が50になりますがしかし体力が 20% 削られているという事実にちゃんと目を向けるべきです。昨今登場するモンスターたちは体力をマックスにしておかないとワンパンで葬ってくるようなやつがいるからです。さてお次は上級者ですがこちらは使い分けしていいかと思います。福間共鳴を使った体験でいいでしょう。属性ステータスがマイナスの際に状態異常が気になる方は6番のような龍騎活性体験でもいいと思います。体力を 80% 以下で維持することができれば状態異常を無効化にできます。とは言っても飛躍を飲んだ瞬間とか豪傑やられや血気を考慮すると必ず体力が 80% を上回る瞬間っていうのは訪れると思います。なのでやはりダメージの方が大事なんだって方は4番のような蓄積マガト体験をおすすめします。耐性スキルやお団子でステータスを20以上にしてしまえば状態異常は防げますからね。まあとは言っても3回に1回蓄積した時に一気に火力が跳ね上がるっていう現象が性格に合わない人はリスキーですが龍騎体験でもいいかと思います。そしてなんかもういろいろ考えるめんどくさいわって方は龍騎体験はスルーしてもらって蓄積体験で OK です。はい、提案は以上になります。もうさすがにこれ以上体験の装備ないでしょって思うかもしれませんがまだ考えてるやつがあるんですよね。もうすでに計算が終わっていて面白い結果になったのでまた紹介します。気になる方は見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは終わります。バイバーイ。